佐々木リコは日本の女優、声優、歌手。旧芸名は佐々木リコ、リコ。秋田県出身。ハニカムエンターテインメント及びテレビ朝日ミュージック所属。ボーカルユニット、リコネクトのメンバー。幼少期より音楽と触れ合いながら育ち、小学2年生より本格的なボイストレーニングを始める。2008年、小学5年生の時に、 ミュージカル、アニーオーディションに応募し、約9000人の応募の中、アニー役に選ばれ、同年12月20日子供の白青山劇場で、行われたイベントで、ファンの前に登場する。2009年4月25日より、飯塚萌駅とのダブルキャストで、アニー役を演じる。2013年、定築エンタテインメントの創立80周年、記念新人オーディション。 勝ち取れ CD デビューに応募し、東北地区代表に選ばれる。そして、3836人の応募の中で、優勝。インペリアルレコーズより、リコ名義で、2014年7月23日にシングル、カムゲット・イットで、歌手デビュー。2014年2月、モックプランニングを対処し、ハニカムエンタテインメントに移籍。単身で、仙台へ引っ越し、 時は木学園高等学校に入学し、音楽家声学科専攻する。2016年3月、同校卒業。卒業後は上京し、声優の専門学校へ進学。同年3月10日より、活動名義をリコから本名である佐々木リコに変更。2016年、NHK 東北復興アニメ、思いのかけらの満ちる役で、声優デビュー。 テレビアニメ、美少女遊戯、ユニットクレーンゲールの強固役で、初主演を果たす。同年6月22日、ビクターエンタテインメントより、トリプル A 面シングル、かさぶた、思いのかけら、ドリームクライマーで、メジャーデビュー。2018年から2019年3月末まで、キーコとのボーカルユニット、リコネクトとしても活動していた。太字は、メインキャラクター。 物語の朗読とライブ演奏を組み合わせたストーリーライブに出演している。ありがとうございます。